初めてのサポーターステージとなります。2018年初め、はい、今シーズン本当に今、はい、水戸がね上り流で登ってますね。上り流ですね、はい、はい、で2勝1勝という段階で来ています、はい今日も皆さんのパワーでぜひ勝利したいと思いますので、はい、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まず今日は何から歌いましょうか、はい、まずチームちゃんと、シンちゃんともやるんですけど、はい、まずちょっと皆さんの声を出す声まず、ね、練習というか、まず発声練習が、ね、発声練習はない、はい、インデからいきます。インデはい、インデからいきましょう。はい、はい、インデ、歌詞カードはまあ、はい、みんなわかるか、ね、わかるわかるわかる雑い絵がそうなる。まあでも実際そうだし、インデ歌詞カードは今、はい、歌詞カードをお配りしてます。今読んでまいった方がいい、キャンプしてます、ね、いい、はい、歌詞カード今そこで決まってます。わ、はい、かんない方は、ね、からない方もらってください、はい、もらってください。じゃあとりあえず一回やってみましょう。はい、はい、作業した方がいい。じゃあいきます。あれよ、心さに立てるぜ、それが俺のホリホー、どこまでもついてゆけぜ、歌ってますので、そうですね、はい、去年から歌ってちゃんとですね、はい、ぜひこれを、ね、使って今日も、ね、応援していきたいと思います、はい、で続いては、はい、今年の新ちゃんとですね、はい、はい、新しいちゃんと、はい、それは去年からある、なんでしょう、あ、アリスという書いてますけど、アリスは誰かないのか、サンボチャップ、サンボチャップ、一応歌詞の方は、はい、はい、ここに歌詞、あれあれ、はい、歌詞、私歌詞、あれあれ、はい、です、あれ歌詞、これですね、はい、あれ、まあ、あれあれと水戸、あれと水戸しかないんで、あれと水戸しかないんで、まあ結構シンプルな感じで作ったんですけれども、はい、はいはい、これ原曲は、原曲がギリシャのサッカーのクラブの、はい、ちゃんとですね、なるほど、ギリシャのクラブの、はい、原曲がそうです、はい、結構ね、はい、今そういうね、あの海外のかっこいいやつね、そうですね、結構声出しやすいようなちゃんとを作りたいなっていうのがあって、はい、はい、そうですね、じゃあとりあえず一度ね、まずは、ね、やってみないとあれなので、そうですね、はい、はい、ぜひ歌詞見ながら、はいはい、一緒に歌っていきたいと思います、はい、やっていきましょう。よっしゃー、いきまーす。あ、で、これ、最初、自分が、あれあれ、あれあれから入りますんで、皆さんは、あれ、みと、あれあれから入ってくださいね。よろしくお願いします。じゃあ、いきまーす。あれあれ、あれあれ、あれ、みと、あれ、あれみとあれあれ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 あれみとあれ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 
ね、そうですね、まあ歌いやすいと思うんで、ね、まあ皆さん大丈夫でしょう、はい、慣れと水戸ということですから、はい、まあぜひね、これを使ってね、また、はい、コンテンツ楽しく応援していきたいと思います、はい、やっていきましょう、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、ここからは今度は個人チャントですね、はい、選手の、チャントを、はい、選手していきたいと思います。福井はやらない、福井はやらない、まずはあ、ちょっと、その前にちょっと人が増えてきましたので、はい、前の方はもうちょっと詰めていただけると、はい、後ろの方がちょっと遠くになっちゃうんで、皆さん一緒にね、選手できるように、はい、そうですね、はい、で、価値観をお配りします。近い、近い、はい、お配りしますので、近い、はい、近い、かっこ近い、ぜひ、後ろにもね、価値観をお配りしている方いますので、カードをまだね、はい、今年の受け取ってない方は後ろで、はい、はい、配ってますんで、もらっていってください。よろしくお願いします。はい、で、選手アートですね、はい、今日まず最初が、まだこのステージではやったことない、はい、去年の夏ぐらいから歌い始めている佐藤翔選手のチャートですね。はい、佐藤翔選手のチャートですね。はい、はい、これちょっと、音程が取りにくい、はい、結構言われるんですが、ちょっとこのステージで皆さん、覚えていただきたい、ぜひね、はい、いただきたいです、はい、これちょっと歌詞がないの、あの歌詞が前出ないので歌詞カードを見てください、分かんない方は、はい、このブルーのところにね、ちゃんとの書いてありますからね、はい、じゃあとりあえず一度やってみましょう、はい、じゃあやってみましょう、いただきます。糸で輝く星佐藤翔、ラララララララ佐藤翔、青い流れ星佐藤翔、ラララララララ佐藤翔、糸で輝く星佐藤翔、ラララララララ佐藤翔、青い流れ星佐藤翔、ラララララララ佐藤翔、ラララララララ佐藤翔、青い流れ星佐藤翔、ラララララララ佐藤翔、糸で輝く星佐藤翔。まあね、まあまあまあ OK ですね、まあ、そうですね、大体大丈夫でしょう、はい、ぜひ今のでね、音程をうまく使っていきましょう、はい、よろしくお願いします。さあ次は、次、ここから2曲、今年から歌い始めてるちゃんとです、はい、まず木村雄二選手のちゃんとですね、背番号10、木村雄二選手ですね、はい、こちら一周辺を忘れた木村さん、はい、これです。まあ、これも結構木村雄二あれですかね、まあまあ歌いが覚えやすいですかね、覚えやすいですね、はい、これ元は東京スカパラ、スカパラ、スカパラ、スカパラの曲のやつ、ちょっとわかんないですけど、何か空の曲の何かです、はい、はい、なんで、まあ、分かる方は結構多いかなと思いますので、そうですね、はい、とりあえず一度練習してみて、はい、行きましょう、よろしくお願いします。じゃあ行きます。テーブルアレユージラララララアレユージ、アレユージ、まあ、ラララララララアレユージのところと、水戸の未来を切り開けのところ、これごっちゃになることが、こっちたま
自分もありますので皆さんも皆さん気をつけて、覚えてください、はい、よろしくお願いします。みんなが覚えてさあ、そして続いては、はい、今日最後松井健也選手のちゃんとですね、はい、はい、これちょっと歌詞が多いのでなかなか覚えにくい、はい、まあちょっとね、最初もう歌詞、はい、そう結構難しいとよく言われている。なのでここでね、練習をして、はい、試合でね、はい、そうです、活躍してもらえる、そうですね、まあもうキーパーの練習の時に早速歌いますね、こちら、そこだけぜひここの場所でね、覚えて、ってください。そうですね、これで少しあったら使うのがありますんでね、はい、それを見ながら、はい、これもちょっと音程取りにくい、かなり取りにくいんで、はい、一応自分も歌いますんで、まあ音痴なんですけど頑張って歌いますんで、皆さん覚えてください、はい、よろしくお願いします。よろしければ OK です、はい、あ、でこれ一応、腕振りながら、腕振りながらやるんですね、はい、もうそうそう、振りながらで行こうかなという感じでやってるんで、はい、まあ、歌詞カード見ながらはちょっと、あ、できるか、左で歌詞カード見て、右手で、右手を当てて振ると、はい、そんな感じでいきましょう、はい、やってみましょう、はい、じゃあ行きまーす。もつれかるよ松井健也、熱い想いを胸に秘め、磯のゴールを守り抜け、ララ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 松井健也、松井健也、熱い想いを仕事人のね、そうですというはい、本当にやっぱりそういう仕事人のようなね、そうですね、ぴったりの曲だったんですかね、そうですね、熱い思いを胸に秘めてると思うんで、はい、はい、今日もゴール守ってくれると思います、はい、はい、ぜひ一緒に応援してください、はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、はい、以上で以上、本曲になりました、はい、そうですね、まあ今日、まあ開幕ホーム2戦目ということでね、はい、まあ、開幕戦勝って、でアウェー2試合で負けなしで帰ってきたんで、今日勝ってね、首位に浮上しましょう、皆さん、ぜひ皆さん、もう首位に立ちましょう、はい、最後チームコールで、はい、チームコールでいきましょう、はい、じゃあいきます。We are Vito あれあれあれ、 We are Vito あれあれあれ、 We are Vito あれあれあれ、あれあれあれ、ありがとうございました。今日絶対みんな勝とうぜ。ありがとうございました。